古相南は中華民国の軍人、国民政府に属した。旧名はさい、字は言吹山。薬物商人の家庭に生まれる。1912年、古州暮高中学で学ぶ。卒業後は教員となった。1924年春、候補軍艦学校に第一期生として入学する。卒業後は国民革命軍に編入され。 統制や流進艦、要望み便討伐に従軍した。北伐開始後の1926年8月、国民革命軍、第二弾団長に昇進し、厚生省や甲州で、孫殿法を率いる、直令派の軍勢を破る軍港を挙げている。翌年5月、第一市副市長兼、第二弾団長に昇進した。さらに北伐で軍港を挙げ、同年11月、 1> 第1軍、第22二市二市長となる。翌年8月、軍縮に伴い、第1市、第2度々町に移った。小解析と、反小解析派との内戦でも、小相南は小敗下として優先する。中原大戦でも、軍港を挙げて、1930年11月2大、1軍第1市市長に事実上任命された。 その後、調整中の中国共産党討伐のため、古総南は、先制上南部でこれを迎撃したが、大損害を被って突破を許してしまう。1935年11月、中国国民党第5期中央観察委員に選出され、翌年9月には、第一軍軍長兼第一市市長に昇格した。日中戦争が勃発すると、上海に向かい、 日本軍迎撃に参加している。その後まもなく、第17軍団軍団長に昇進した。その後も1939年に、第34集団軍総司令、1942年7月に、第8戦区副司令長官兼第34集団軍総司令、1945年7月に、第1戦区司令長官と順調に昇進を重ねている。これにより、 古僧蘭は、計40万の兵力を要することとなり、西安を拠点に中国西北部を管轄していたことから、西北王との衣称でも呼ばれるようになった。日中戦争の間には、共産党に対する警戒も怠らず、戦艦名変化を厳重に封鎖している。日中戦争終結後は、小解析の命を受けて、共産党討伐の計画を立案する。 1947年春、古総蘭は戦艦名変区に向けて進攻を開始した。しかし、中国人民解放軍の溶撃にあって苦戦し、3月19日にノベスを占領したものの、人民解放軍の主力部隊はすでに同地を引き払った後であった。その後も古は人民解放軍討伐を目論むが、 解放軍の主力を補足できず、それどころか自軍を分散された挙句に、各個撃破されてしまう。翌年春からは、人民解放軍が大規模な反転攻勢を開始し、4月22日に、ノベスを脱回されてしまった。以後、小装難は、人民解放軍相手に防戦一方に追い込まれてしまう。1949年5月20日、 ついに西安からの撤退を余儀なくされた。その後も敗戦を重ねて、四川省に逃れ、生徒による省解席の命により、中国西南部の維持に取り組む。しかし12月9日までに、雲南省政府主席の路漢、四川省の劉富照テルが共産党側へ寝返ったため、省は息子の警告とともに、生徒から飛行機で台湾へ撤退する。この23日に、 一旦海南島へ逃亡したが、省の原命を受け、最小で人民解放軍への抵抗を続けた。しかし1950年3月、最小の疾患が迫ったため、子は台湾へ最終的に逃走している。台湾到着後、子相難は観察委員の断崖にあってしまうが、小解析の庇護により難を逃れ、翌1952年夏には、 石膏省政府主席兼公設人民、反共遊撃体操式に任じられ大臣党に、赴いて、共産党への抵抗活動を指揮した。1953年に、総統府戦略顧問委員会顧問となり、1955年9月、報告防止司令長官に任命された。同年12月から、国防研究院で訓練を受けている。1959年、 相当不戦略顧問に再任された。1962年2月14日、台北市にて病没。去年67、ユン・チアンとジョン・ハリディが執筆した、間を誰も知らなかった、毛沢東において、古相ンは共産党のスリーパーであったと論じられている。しかし2006年に同書が台湾で出版されそうになると、古相ンの子である。 小ためさだ野球候補軍官学校の OB たちが事実無根であると激怒し出版社に抗議した。また台湾の歴史研究者からも同書全体に対する議義に批判が相次いだ。出版社も当該記述に関する確かな根拠、証拠治安と張り手に求めたが納得のいく回答は得られず、このためついに出版社は同書の出版を断念している。 なお、こ僧う自身が、スリーパーであることについては極めて疑わしい一方で、その側近、配下に共産党が派遣した、スリーパーが複数人存在していたことは事実である。ありがとうございます。